サボ、これで俺たち兄弟なんだな。エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。では歌いましょうか。頂上戦争から2年、世界情勢は大きく変化していた。海軍本部元帥千石が職を辞し、新たに赤犬が元帥に就任。それに先立ち、赤犬と決闘し敗れた青木は海軍を去った。また白ひげの死により空席となった四校の一席には、白ひげの能力を手に入れた黒ひげが収まり、日に日に勢力を増している。かつて超新星と呼ばれていたルフィと同期の海賊たちは、今や最悪の世代と恐れられ、すでに新世界で名を挙げているものもある。一方、頂上戦争から沈黙を守っていた麦わらの一味は、ルフィのメッセージ通りそれぞれ修行に励んでいた。ルフィ自身もレイリーの教えにより覇気を習得し、大きく成長を遂げる。約束の地シャボンディ諸島で一味は再会の時を迎えようとしていた。冒険を盛り上げるのが私の務め。皆さんと合流して、いざ、ナメです。ニコロビンの目撃情報があった。しらみつぶしに探せ。そう、テアマシー。昔のままじゃねえ。オールソリ、はい、お気をつけて。アナウンタ30、やはり乗れ。いい加減諦めてくれないかしら。あら、久しぶりね。はい、冬美君、増援を呼ばれる前みんなを見つけましょう。珍しい生き物だな。俺たちの船でペットにしてやるぜ。仲間が集まったらすぐに出航できるように
サニーゴンの周りを安全にしといた方がいい。ルフィが心配で来てしまったが、やはり海軍が警戒を強めておるようじゃ。海賊、麦わらの一味を確認しました。地球応援を狙います。とうとう来たか。奴らはいつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かってた。相手はあの麦わらだ。パシミスタを出すぞ。あいつは2年前の。パシフィスタの相手はわらわに任せよ。もう少しでペットにすれ違うとこだったんだ。助かったぞ。俺は先にサニー号へ向かうからな。もう待ってる奴がいるかもしれないし。俺たち、あの麦わらのルフィの仲間なんだぜ。私たちは偽物がいるみたい。サワタを恐れると、カイウにやってくる。ソウルキングだぜ。不用心な海賊がいるみたいね。サニー号に向かう前にいただいちゃおうかしら。海軍のやつ相変わらずみてえだな。まあ金はある分には困らねえか。男たち、夢と感動を乗せて動き出した。あいつの名はアーマード。俺。これで準備は万端だぜ。海賊が4つ。やはり生きていたか。捕らえろ。夢を探してるだけだってのに、次と次と海軍が現れやがる。あれはゾロかしら。早く合流しないと騒ぎが大きくなって海軍だらけになるわ。花唄山頂やはず斬り。悪いぞ。あんたのお宝は私がいただくわ。様子がおかしいぞ。なあフランキン、ビーム出んのか。
ミサイル出んのかよ。武器だけじゃねえ、この体にはたくさんの機能があるんだもん。海にメカってついたの。アナウタ山頂、あれは生身の美女。海賊、麦わらの一味を確認しました。至急応援を願います。救出しないと手遅れになるわ。よし、終わり。良さそう。また迷子も困るし。そっちに船はねえって。サニー号はあっちだ。もう迷うなよ。Thank you.
機械じゃねえか。ゾウの一人じゃたどり着けてねえだろ。送り届けてくれて助かった。ここにはルフィがいないように別の場所を探しましょう。ミワラの一味を出航させるな。あいつはワイが捕らえる。あいつよりも先にルフィを見つけた方が良さそうだな。花唄三丁、やはず斬り。
全てが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。素晴らしい。